鬼ナッツ、あなたの心の鬼サプリ、鬼ナッツこと鬼塚なつみですの。節分なので、CEO が楽しそうに豆まきをしています。そもそも、節分とは何なのでしょうか？節分とは、4つの季節の始まりである、立春、立夏、立秋、立冬の4つことを元来は指していましたが、春の始まりが一番喜ばれていたので、立春の前の日だけが節分として残ってしまったようです。現代でいう大晦日のような日だったのでしょうね。では、なぜ豆を投げるようになったかというと、昔、京都にて鬼が出た際に、毘沙門天のお告げで、豆を投げて退散させたところから来ているようです。また、ま、を滅するという語源から、豆を投げるという風に転じたとも言われています。そして、節分には恵方巻きが欠かせませんが、そもそも、恵方は4つしかなく、決め方は、西暦の日も1桁で決まるようです。南南東は10年に4回もあるので、多く感じてしまいますよね。恵方巻きの歴史も実は、浅く、江戸時代に、丸かぶり寿司、と呼ばれていたものを、セブンイレブンが80年代に、恵方巻き、という名前をつけて販売したところから、全国に広まったとされています。まとめです。節分とは、春の始まりを喜ぶ文化から生まれました。豆を投げるようになったのは、魔を滅することに由来しています。恵方は4つしかなく、西暦の日も1桁で決まります。チャンネル登録&高評価お願いですな。それが夏美の心のサプリですの。